メソポタミア地域のシマシキアサの領土。アワン王朝の12人の王とシマシキ王朝の12人の王の王朝のリースと、紀元前1800年から1600年、ルーブル美術館武器を持った裸の男、ウル第三王朝2000年から1940年紀元、前。ルーブル美術館、シマシキ王朝、シマシキアサは、紀元前2200年から、 紀元前1900年にかけてエラムに存在した王朝である。シュマシュキ王朝の後にはスッカルマフ王朝が続いた。シュマシュキ朝の12人の王のリストはスーサのエラム人の王リストにありこれにはアワン王朝の王のリストも含まれているが、リストが歴史的にどれほど正確であるかは不明であるが、その王の一部は近隣の人々の記録に登場することで裏付けられ、王朝は 旧エラム時代の中期に相当。その後、スッカルマフ王朝が続く。シュマシュキは、おそらく今日のイスファハーン近くに位置した。裸の女性の肖像をーる第三王朝を2000から1940期元前。ルーブル美術館シリンダーシールと、モダンな印象。座っている支配者、または、神の前の崇拝者、ドウの樹木の下に座っている女性、オールドエラム語。 紀元前2000年期前半、ありがとうございます。